そばは食べ方を間違うと太ります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。いや、そばは痩せるって本当？麺類太るんじゃない？そばを食べても全然痩せないなんて思ってないですか？いや、確かにこれ知らないとそばを食べても痩せないどころか逆に太ります。実はある食材と一緒にそばを食べたことで私は10キロ痩せたんです。そこで今回の動画ではそばと一緒に食べるとダイエット効果が倍増する神食材をお伝えします。本題に入る前に今後もこのような役立つ情報を見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回の動画の内容をお話ししていきます。1、そばのダイエット効果9つ。2、そばを食べ過ぎるデメリット。3、痩せるそばの摂取量。4、そばの痩せる食べ方ポイント5つ。5、そばと一緒に食べると痩せる神食材9つ。最後に私や私の生徒さんたちがそばで10キロ痩せた具体的な方法までお伝えしますのでぜひ最後までご覧くださいね。まずはそばがどれほどダイエットに向いているか、そばのダイエット効果を9つのポイントにまとめて一気にお伝えしますので最後までついてきてくださいね。1つ目は脂肪の吸収を抑える効果です。そばに含まれるルチンは穀物の中ではそばにのみ含まれるポリフェノールの一種で脂肪の吸収を抑えて体脂肪の蓄積を防いでくれます。揚げ物を食べた翌日ってあーやっぱり体重が増えてるなんてことないですか？そんな時はそばを一緒に食べて翌日の体重増加を抑えていきましょう。2つ目は血糖値の上昇を抑える効果です。主食のお米、パン、うどん、パスタなどに比べてそばは一番 GI 値が低いんです。低 GI 食品は血糖値の急上昇を抑えるので脂肪の蓄積を防いでくれます。これなら安心して食べることができますよね。3つ目は脂肪の分解を促進する効果です。そばに含まれるリグナンは脂肪細胞の分解をサポートして体脂肪を減らしてくれます。ねえねえ、お腹周りが気になっている方はそばを食べてお腹周りをすっきりさせていきましょう。4つ目は基礎代謝を高める効果です。そばはタンパク質量が豊富なので筋肉量の維持に役立ちます。筋肉は基礎代謝を高めて脂肪燃焼を促進してくれるので痩せやすい体を作るのに重要です。食事制限だけで痩せると筋肉まで落ちてしまってリバウンドしやすくなりますよね。なのでそばを食べて代謝を落とさずに痩せていきましょう。5つ目は満腹感を持続させる効果です。そばに含まれている食物繊維は胃の中で膨らんで満腹感を長く保ってくれるんです。昼食をそばに変えたら夕方まで全然お腹が空かなくって、そういえば最近おやつ食べないってなったらいいですよね。6つ目は脂肪燃焼効果です。そばに含まれるビタミン B 群は糖質や脂質の代謝をサポートする栄養素で脂肪燃焼を効率的にしてくれるんです。昔と同じ量を食べても体重が増えてしまう、もう一体何食べたらいいのと悩んでいる方はそばを食べて体が燃える状態を作っていきましょう。7つ目はコレステロール値を下げる効果です。そばの食物繊維やタンパク質が血中コレステロールを改善してくれます。年齢とともにコレステロール値が気になっていませんか？そばを食べて検視の数値が良くなっていたら嬉しいですよね。8つ目はむくみ解消効果です。そばに含まれるマグネシウムやカリウムなどのミネラルは体内の余分な塩分を排出してくれるのでむくみを軽減してくれます。私も夕方になると足がパンパンにむくんで辛かったんですけど、そばを食べるようになってからすっきりするようになりました。最後9つ目は低カロリー。他の麺類と比べてカロリーが低いので摂取カロリーを抑えながら満足感が得られます。私は麺類がね大好きなんですけどカロリーを気にして控えてたんです。でもそばならカロリーを気にせず食べられるので外食でもそばを食べることが多いです。ここまで大丈夫ですか？さて続いてはそばを食べ過ぎるデメリットを3つご紹介していきます。これ知らないとかえって健康やダイエットに悪影響を及ぼすことがあるので必ず最後までご覧くださいね。1つ目は食物繊維の過剰摂取による消化不良です。そばは食物繊維が豊富ですが摂りすぎると逆にお腹が張ったり下痢や便秘の原因になることもあります。そばを食べ続けていたらかえってお腹の調子が悪くなってしまったなんてことになるので注意が必要です。2つ目はアレルギーのリスクです。そばアレルギーは重篤な症状を引き起こすことがあり食べ過ぎることでアレルギーが発症する場合もあります。ある日突然体が痒くなって病院で調べたらそばアレルギーと診断されたなんてことにならないように適量を守るようにしましょう。最後に3つ目は尿酸値の上昇です。そばを食べ過ぎるとプリン体の摂取量が増え尿酸値が上昇することがあります。プリン体は体内で尿酸に変わり過剰摂取すると痛風のリスクが高まります。ある日突然足が痛
くなって病院で尿酸値が高いと言われてショックを受けないようにそばは適量を守って食べることが大切です。というわけで次に痩せるそばの摂取量についてお話します。そばはダイエットにいいとはいえ摂取量を守ることが重要です。ここでは適切な摂取量についてお伝えします。そば1食あたりの適量は乾麺で 80g 前後が目安です。茹でると約 200g になり炭水化物量も適切になります。この範囲であれば必要なエネルギーやタンパク質を摂取しつつカロリーオーバーを防げます。そばは低カロリーですが乾麺 100g で約 344kcal もあるんです。なので大盛りにしてしまうと1日の摂取カロリーを簡単にオーバーしてしまいます。おそばはヘルシーだからとつい食べ過ぎてしまった結果体重が増えてたなんてことにならないようにしましょうね。では次にそばの痩せる食べ方を5つご紹介しますね。1つ目は10割そばを選ぶ。10割そばは食物繊維が豊富で血糖値の上昇を抑えてくれるんです。10割そば以外のそばは大なり小なり麦粉が含まれているため太ります。私も最初は普通のそばを食べていたんですが10割そばに変えたらまず体がこう芯からポッカポカするしお腹が空かないのでこう自然と完食しなくなりました。2つ目は茹でた後は冷水でしっかり締める。そばを茹でた後冷水でしっかり締めてください。これで余分なでんぷんを洗い流し血糖値の急上昇を防ぐことができます。3つ目はそばだけの単品で食べない。そばだけだとすぐにお腹が空いてしまうことってないですか？私も忙しい時はこうついついおそばだけこうツルツルって食べていたんですけど先にサラダを摂取した後にそばを食べると野菜の食物繊維が満腹感を持続させてくれるので全然空腹感を感じなくなりました。しかも血糖値の急上昇を緩やかにして脂肪の蓄積を防ぐことができます。栄養が偏らないのもいいですよね。4つ目はそば湯で食事を終える。そば湯にはルチンなどの成分が溶け出していて脂肪の吸収を抑える効果があります。私も食事の締めにそば湯を飲むようにしたら食事の満足感がアップして食後のデザートを自然と食べなくなりました。5つ目は低カロリーのトッピングを選ぶ。トッピングには低カロリーなものを選びましょう。以前は天ぷらそばをね好んで食べていたんですが低カロリーなトッピングに変えただけでダイエット効果が倍増したんです。ということでここからはそばと一緒に食べると痩せる神食材9つについてお話します。特に一番最後は超おすすめの食材なのでぜひ最後までご覧ください。まず1つ目はわかめです。わかめは水溶性食物繊維が豊富で脂肪の吸収を抑え満腹感も得られます。わかめそばをお昼に食べると夕方までお腹が空かなくて本当に完食しなくなりました。2つ目は大根おろしです。大根おろしには消化酵素が含まれていて脂肪の分解を促進してくれます。大根おろしそばを食べると食後の胃もたれがなく体が楽になるのでフットワークが軽くなりますよ。3つ目は鶏のささみです。高タンパクで低脂質な鶏のささみは筋肉を維持しながら代謝を高めてくれます。そばに鶏のささみをプラスすると良質なタンパク質で満腹感がアップする上に体重もスムーズに減るので一石二鳥ですよね。4つ目はキムチです。キムチには乳酸菌が含まれていて腸内環境を整えます。キムチそばを食べるとお通じがスムーズになって代謝が上がるので体が軽く感じるようになります。5つ目は納豆です。そばに含まれる良質なタンパク質と納豆のタンパク質が一緒に取れることで筋肉量の維持をサポートし基礎代謝がアップします。また納豆キナーゼが血液をサラッサラにしてさらに代謝をアップさせる効果もあります。特に40代になると代謝が落ちてきてると感じませんか？私も食べる量は変わらないのに体重が増えてきて悩んでたんですけど納豆そばをお昼に食べるとしっかりタンパク質が摂取できるのでその後ジムに行って体を動かした後も夜まで全然お腹が空かないしいつもと食べる量は変わらないのに体重がスルスル落ちたんです。6つ目は卵です。そばに含まれるアミノ酸と卵のタンパク質を組み合わせることで筋肉の維持と増加をサポートし脂肪燃焼効果が高まります。さらに卵に含まれるビタミン B 群が脂肪代謝を促進して痩せやすい体になります。朝バタバタで朝食を軽く済ませちゃった日はお昼にはもうエネルギー切れでなんだかきついなってなりませんか？でもそばに卵をトッピングして食べておくとお昼までしっかり栄養やエネルギーが補えるので午後の仕事や家事にも集中できるようになります。特に40代になるとエネルギーの維持って本当
当に大事ですよね。7つ目は山芋です。山芋に含まれるムチンは腸内環境を整えて脂肪の吸収を抑えてくれます。私の場合とろろそばを食べるようになってからますます便通が良くなって、さらにお腹周りがすっきりしてきました。8つ目は梅干しです。梅干しに含まれるクエン酸が脂肪の燃焼を促進し、そばのビタミン B 群と相乗効果を生むことで代謝を高めてくれます。食後に甘いものが欲しくなって食べちゃうなんてことありませんか？私も食後は必ずデザートをね食べたくなっていたんです。でも梅干しそばを食べた後は酸味が満足感をこう与えてくれるので、デザート食べなく全然平気で、そうそうこれでいいよねとこうコントロールできるようになりました。そして最後9つ目はカレーです。カレーに含まれるスパイス、特にね唐辛子のカプサイシンが脂肪燃焼を促進して、そばのルチンと組み合わせることで血流を良くして代謝をさらに高めます。結果的にエネルギー消費量が増えるため痩せやすい体になるんです。カレーってご家庭でのこう人気メニューですよね。ただご家族に合わせてカレーライスを食べていてはますます太ってしまいます。一般的なカレーライスって市販のカレールーに白米をプラスするスタイルですよね。このカレーライス一皿で角砂糖何個分の糖質量だと思いますか？3秒を数えますので考えてみてくださいね。答えは角砂糖を約27個分です。もうこれはやばいレベルです。なので私は市販の油や添加物入りのカレールーをスパイスカレーに変えて、白米を10割そばに置き換えたカレーそばを食べています。いやこのカレーそばに変えてから翌日のお腹周りが全く気にならなくなったんです。このようにトッピングを工夫してそばを食べることで、ダイエット中の食事が満足感たっぷりで栄養価も高くなり、無理なく続けられるようになります。ただご紹介したそばだけを食べていればいいということをお伝えしたいわけではありません。もちろんそば以外にも私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して、今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。そばのダイエット効果9つは、1脂肪の吸収を抑える、2血糖値の上昇を抑える、3脂肪の分解を促進する、4基礎代謝を高める、5満腹感を持続させる、6脂肪を燃焼する、7コレステロール値を下げる、8むくみを解消する、9低カロリー。そばを食べ過ぎるデメリット3つは、1消化不良を起こす、2アレルギーのリスク、3尿酸値の上昇。痩せるそばの摂取量は1食あたり乾麺で 80g 前後を目安にすること。そばの痩せる食べ方のポイント5つは、110割そばを選ぶ、2茹でた後は冷水でしっかり締める、3そばだけの単品で食べない、4そば湯で食事を終える、5低カロリーのトッピングを選ぶ。そばと一緒に食べると痩せる神食材9つは、1わかめ、2大根おろし、3鶏のささみ、4キムチ、5納豆、6卵、7山芋、8梅干し、9カレーでした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体制と生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。